こんにちは、平野由紀子です。いつも動画をご覧くださりありがとうございます。今日は子供が喜びそうなポップスやおしゃれなジャズ風の曲など、初心者でも弾ける曲はありませんかというリクエストをいただきましたので、そのような曲を演奏してみたいと思います。ジャズ風の曲では臨時記号がたくさん出てくるので、そこに気をつけて。ポップスはリズムに気をつけるとかっこよく演奏できると思います。お気に入りの曲を見つけて、ぜひ演奏してみてください。最後までご視聴くださりありがとうございました。今後も不定期ではありますが、新しい動画をアップしていこうと思いますので、もしよろしかったらチャンネル登録をお願いします。また気に入った曲がありましたら、グッドマークもよろしくお願いします。